なたを資産家にする秘訣。お金持ちになることは自分の権利だと断言することです。やっと生活していけるだけのレベルで納得したり満足したりしないことです。あなたが何かをしたいときに必要なお金は当然手に入るべきものです。経済的に健康であるためにはお金があなたの生活の中で自由に循環していなければなりません。潮の満ち引きのようにお金にも満ち引きがあります。経済的に苦しくなったと心配しなくていいのです。必ずまたあなたの元に帰ってきます。潜在意識の法則を知れば世界情勢がどうであろうと関係なくあなたはお金に困りません。多くの人は生活に必要なお金を得ていますが、それ以上のお金を得られないのはどこかでお金の悪口を言っているからなのです。悪口を言えば当然あなたからお金は逃げていきます。お金は交換の象徴です。本当の富はあなたの心にあることを忘れないでください。常にバランスよくあなたの生活の中で循環させてください。あなたに必要なお金は全部手に入ります。本当に豊かになるためには富と平和と愛の調和を保っていてください。お金だけを目的にしていたら幸せにはなれません。貧しさの中に美徳が潜んでいるというのは単なる迷信にすぎません。貧しさは欠乏です。心の葛藤や病気が原因になっているのです。欲しいものは素直に求めればいいのです。あなたは豊かになっていいのです。我慢や忍耐、辛抱をすることなどありません。豊かに幸せになるために生まれてきているのですから。お金は悪ではありません。偏った気持ちでお金を見るからバランスを崩し悪に見えるだけです。お金を悪と思って憎めば悪くなり、良いものと思えば良いものになるものです。あなたの心の持ち方次第です。私はお金が好きです。よく考えて良いことのために喜んで手放します。するとそれは何倍にもなって戻ってきます。この言葉を繰り返し自分に言い聞かせてください。掘り出す前の金や銀は悪ではありません。それと同様にお金も悪ではないのです。悪は無知と潜在意識の誤った使い方から生まれてくるのです。あなたの将来の姿を心に描けば潜在意識はそれを実現させるでしょう。他人から物を盗むということは自分から自分の大切なものを盗み取ってしまうということと同じです。調和を維持してください。